スージーザ・バンシーズはイギリスのロックバンドである。1976年にスージーズを中心として結成。その音楽性は活動時期によって多様性に富んでいる。初期のストレートなポストパンクから出発して、中期には呪術的とも評されたサイケデリック色を強めた独自のサウンドを構築したが、後期にはスージーズのボーカルがより重視されるようになった。 スージーザ・バンシーズに影響を受けたバンドは、数多く、ジョイ・ディビジョン、ザ・キュアー、PJ、ハーベイやマッシブ・アタック。独特の演奏感覚を持つ、プレイヤーザロイのバンドであり、特にギタリストのジョン・マッキー・オークに関しての評価が高い。ジッジ、ジョニー・マー、エド・ブライエン、ビリー・コーガン、ジョン・フルシアンテラソ々たる名手たちが、演奏面で、 ギタリストのジョン・マッキー・オークに影響を受けたことを公言している。1982年、1983年、1999年、クリーチャ u r スージー・スーとバッチー、2002年、スタジオアルバムシングルコラボレーションモリッシー、ジョン・ケール、マーク・アーモンド、ベースメント・ジャックスらとの共演がある。ビデオスタジオアルバムコンピレーションアルバム手袋は、 スティーブ・セベリンとロバート・スミスによるユニット。1983年にファーストアルバム、ブルー・サンシャインを発表。女性ボーカルのジャネット・ランドレイをフィーチャーした曲もあり、スージーのボーカルとは、また異なったポップなサイケデリックさが特徴となっている。ありがとうございます。